客さんと一対一でやり取りする場面ってあるじゃないですか。はい、席とか。はい、その時に気をつけてることってあります？そうですね、なんか結構はみんなもうすごい毎日のように来てくれる方とかばっかで、そういう方に対してはもう結構タメ語とかもうバンバン使っちゃってるし、なんだろう、なんか結構バルふざけみたいな、なんかなんだよとか普通にそういうふざけ合いとかもしちゃって、なんか口悪いことも言っちゃったりするんですけど、でもやっぱ感謝の気持ちは忘れちゃいけないなと思うので、絶対最初と最後にはありがとうって言葉は忘れないようにしてます。なんかあんまり近すぎず遠すぎずみたいな、なんだろう、友達とかではないんですけど、でもすごいそういう感覚になっちゃうじゃないですか、やっぱり。だからなんかあんまり友達に話すノリではないんですけど、フレンドリーっていうか、なんて言ったらいいんですかね、そう、やっぱりその距離が難しいですね。なんかここより立ち入っちゃいけないみたいな一線、なんか線は引いてますか？近すぎてもやっぱりダメじゃない？そうですね、なんかあんまりその人のなんか聞いてほしくないところとか触れてほしくないところって多分、まあ、いくらなんか押してくれててもあると思うので、その辺は深く聞いたりしないようにしてます。ある程度こう差が出てしまうのはしょうがないと思うけど、こうなるべくみんなこう平等に対応はしてほしいっていうのはあります。平等のレベルっていうのは、まあ、メンバーによってまだ違うでしょうけど、だからこっちからやっぱり言い過ぎても何かこう求め過ぎてもしょうがないいけないっていうのは分かってるつもりではいるんで、それをこう判断を自分でちゃんと考えてやるようには話をしたりはするようにはしてるつもりです。今日初めて来たんですけど、まあ、握手とかできてすごくそこから距離が近づいたなっていうのを感じられてすごく楽しかったです。見てる間はやっぱりすごくアイドルだなとか 雲の上の人みたいだなみたいな感じしてるんですけど、握手するところまで行くとすごく心の距離も近づいて、もうさらにこうになって